どうも、皆さん、こんにちは。チャックベスです。本日はですね、ちょっと細かい話ということで、えキャッシュレスホテル航空会社。こちらをね、一週間ニュース、まとめてね、紹介していきたいなと思います。ということで、まずですね、今日ね、ちょっと後ろにね、ベビ,ビちゃんがいますんで、もしかしたらベビちゃんのくしゃみとか、ね、音で入っちゃうかもしれないんですけど、この天候入れま ください。では、まず ANA フェスタですね。こちらね、応募する人ほとんどいないと思うんで、結構当たるんじゃないかと思ってるんですけども、ANA フェスタで抽選キャンペーンということで、1万マイルは ANA フェスタおすすめ1万円相当が当たるキャンペーンが4月19日から。 開始になっております。こちらね、ANA フェスタにて1回1000以上ご購入の上、応募フォームでご応募いただいたお客様の中から、抽選で20名様に ANA マイルもしくは ANA フェスタの商品をプレゼントいたしますということで、これね、わざわざね、購入して応募しなきゃいけないキャンペーンなんで、結構ね、利用する人少なそうですよね。ぜひこちらね、ANA フェスタで1000以上購入する 機会ある方はですね、ぜひね、応募してみてください。ANA マイルね、1万マイル当たりますんでね。まあ、こちらの晩酌セットみたいな、えー、食器セットか。 はい、いただけるということで、えー、こちら4月の19日から5月の20日、対象点は ANA フェスタ全店ですね。で、対象外店がね、一部ありまして、羽田第2ターミナル、ピア内、渋谷カフェ、エアポート、麦とオリーブ、チューブ、えー、フェスタ、ANA フェスタのスターバックスコーヒーということで、こちらね、あの、対象外になっておりますので、この点だけご注意ください。で、購入したらここで応募フォーム、えー、こちらで、 申し込む感じですね。それでは次です、ね、マリオットボンボイホテルがですね規約変更いたしましてえ先日ねこちら発表されたわけなんですけれども今ねあマリオットボンボイホテルってアカウント間のねポイント移動がえできるんですよねこちらもデスクでもできますしもうねウェブサイトでもできるようになったので、まあ、非常に簡単にねあのポイントを移行することができるんですよねで送る側は 一年間に10万ポイントで、受け取る側年間50万ポイントまで送ったり受け取ったりできるんですけども、この条件に加えて、さらにね、月2回まで年間6回までっていうね、このポイント移行作業がね、制限が入るということで、まあそんなにね、まあめちゃめちゃポイント移行する人って少ないと思うんですけども、アカウント間でね。まあでも今回のね、アメックスゴールドプリファードとかで、ご夫婦とかってね発行されて、ポイント一緒にしたいみたいな方はですね、まあこういった感じのね制限入りましたんで、この点ご 注意くださいまあ、ウェブサイトでねちゃちゃっとできるのはいいんですけどもまあちょっとね1年間に10万ポイントなんでねあのキャンンペーン今回のキャンペーンで本当に50%増量となると,、えっと全部入れると12万で確かあ紹介で13万か、はい、19万となりますんで、まあ、全部はねあのアカウント移行できなかったりいたしますので、まあ、この点ねご注意ください。 それでは次ですね、レボリュート5%キャッシュバックキャンペーンが来ております。こちら国内でも海外でも OK という風になりますので、まあ今ね、海外レボリュート持ってってる方ね、もしかしたらいらっしゃるかと思うんですけども、ちょっとベビちゃんはね、すごい声出してますけども、ちょっとね、あの、お気になさらず聞いてください。で、期間が4月の27日から5月の12日まで、条件が1万円以上の利用で先着5%のキャッシュバックがもらえます。で、こちらね、プランによって分かれておりまして、スタンダードは1000円、プレミアムは 1500円、メタルプラン2000円ということで、ほとんどの方はね、無料プランのこの1000円になると思うんですけども、2万円利用していただくと、1000円キャッシュバックがもらえるかもしれないっていうところですね。一応先着になっておりまして、これ今日からね、始まったキャンペーンなんで今日中に使えばね、まあ大丈夫だと思うんですけども、ちょっとね、ここですよね。対象外にね、プリペイドカードが入っておりますので、実店舗じゃないと基本的にはダメなんですよね。 ここはちょっとね、厳しい部分ではございますけれども、まあこういったキャンペーンね、やっておりますので、え、付与はね、2024年6月30日にもらいます。で、余談なんですけれども、このね、レボリュートって Amazon ギフト券チャージすると、 アマゾンで利用した感じになるんですよね。ですので、あの、プリペイドカードチャージに入らないらしいんですよね。まあ、これはね、あの、自己責任になるので、まあ、やりたい方っていう感じなんですけども、甘木にね、2万円チャージしたらもしかしたら1000円返ってくるかもしれないっていうところで、まあ、いけたっていう方はね、この、レボリュートってずっと紹介キャンペーンをやってて、3回ぐらい使わなきゃいけないんですけども、招待もらってね。それでね、いけたっていう方もいらっしゃいましたので、まあ、そちらはですね、 まあ自己責任になりますけども、そういうやり方も、まああるっちゃあるっていうところですね。それでは次ですね。セドマイレージプラスカードで20万円以上の利用でマイル山分けキャンペーンが来ております。こちらね、私は LINE 公式アカウントの方に来てたわけなんですけども、ネットアンサーから多分持ってる方は見れると思いますんで、そちらからね、エントリー忘れずにしてください。期間は4月の1 9日から8月の31日、20万円以上利用していただくと、マイル山分けでもらうことができます。で、上限はね、 7000マイルということで、えー、ばらまくのは3000万マイルらしいですねかなりの額ま巻きますよね。で対象カードが、えー、セゾン マイレージプラスのセゾン語カード、ゴールドカード、プラチナカード、対象者は2020年4月30日までにカード発行済みの方ということで、これは新規の方ではなくて、今持っている方向けのキャンペーンですね。で、利用期間が5月の1日から8月の31日ということで、利用するのはね、まだということで、こちらね、ご注意ください。で、マイル不要時期は2020年10月上旬頃ということになっておりますので、マイル山分けもらえる、最大7000マイルもらえるっていうふうにな、ね、り ありますので。 これ知ってるる人いるのかなもしこのセゾンマイレージプラスカード持ってる方いらっしゃいましたらこのキャンペーン知ってましたかねちょっと教えてください私ね今このセゾンマイレージプラスカード持ってないんでねそれでは次ですね春の和音チャージキャンペーン来ておりますこちらね応募不要自動応募になるわけなんですけれども期間中1万円ごとを一口として1万和音ポイントが当たるキャンペーンが来ておりますまあこちらね自動エントリーですのでまあこの期間にですねチャージね1万円ごとにしていただければ1万ポイント当たるかもしれない ないということでえ、こちらぜひ覚えておいてください。まあ,あのミニストップでね、ワオンで楽天バリアブルカードね購入されている方当たるかもしれないんで、これはいいですよね。 それでは次にですね、青と黄色の V ポイント祭り当選者合計40万名抽選で300名に1と5万円相当が当たるということで、前回ですね、このキャンペーンが出た時にですね、解説ね、動画を出させていただきまして、マイペースリボがいいんじゃないかっていう話をね、させていただいておりまして、まあ、登録してね、ちょっとやるだけでいいんじゃないかみたいな感じでね、 話させていただいておりまして、あの、デスクに問い合わせしてね、みたいな話をさせていただいたんですけども、これね、よくよく見たらですね、キャンペーンのね、この5万ポイントが当たるでかい方ですね、こちらえ、5万ポイント800名ということで、条件1と条件4両方達成した方がえ、このね、キャンペーンが対象になるということで、これ条件1っていうのはね、あの、エントリーするだけなんですよね。で、条件4っていうのが、 こちらですねえ。条件1の達成に加え、キャンペーン期間中に1万円以上の分割、リボ払い、2回払いによるご利用が、まあ、条件なんですよね。で、このね、えー、期間中っていうのが、このね、4月の22日から5月の31日、6月1日から6月30日、この両方の期間で1万円以上の 分割リボ払い2回払いのご利用が対象っていうふうになりますのででマイペースリボとかもね OK ですよみたいな感じでね話してたわけなんですけどもこれねよくよく見たらね2回払い OK なんですよねはい2回払い OK ですので2回払いをですねこのキャンペーン中に1枚でね2回払いね2回していただければ この期間に1回、この期間に1回ね、1万以上2回払いで利用していただければ、こちらで、ね、キャンペーンのね、エントリーになりますので、皆さんね、これで参戦しましょう。5万ポイントね、当たるかもしれない。まあ、リボ払いのキャンペーンでね、あの、利用する人がね、少ないと思いますんで、こちらね、非常におすすめなのでえ、ぜひ利用してください。なぜ2回払いをおすすめするかというと、このね、2回払いってね、手数料かかんないんですよ。ただ2回払いになるだけっていうふうになりますんで、もう何のリスクもございませんし、手数料もかかりませんからね。 ぜひね、このね、5万ポイントね、皆さんで当てましょう。次ですね、青と黄色の V ポイント誕生記念ということで、ちょっとこれね、かなり限定なんですけれども、え渋谷のツテアでスマホタッチ決済で10%還元キャンペーンが 来ております期間は4月の25日から6月30日対象カードは三井住友カードが発行しているクレジットカードですねで条件が対象カードアップルペイもしくはグーグルペイ設定した上で渋谷ツタナにしてスマホタッチ決済でご利用いただくと10%ポイントの V ポイントプレゼント上限500ポイントっていうふうになります500ポイントの10%なんで5000円までの利用が対象になりますで対象店舗は渋谷ツタやでスターバックス対象外っていう うになりますんで、まあちょっとねこの渋谷の伝えが何言ってるかわかんないですけども、まあ、もしね何か欲しいものございましたらこちらでねスマホのタッチ決済ね、えー、やっていただければ10%還元取れるっていうふうになりますんで、まあ、5000までのお買い物ね何か機会がありましたら利用してみてください。それでででは次です jcb タッッッチ決済で公共交通機関にドロー50%キキャャシュバックンンペーンが 来ておりますこちら非常に大きいですよね。で、対象カードがクレジットカード、デビットカードということで、プリペイドカードは対象外です。JCB のタッチ決済で運賃を支払うと、カードでもスマホでも対象の公共交通機関50%キャッシュバック上限500円ということでえ、1000円までの利用で500円返ってくるっていうキャンペーンですね。JCB のタッチ決済、物理でもえスマホでも OK ですね。で、期間が4月の26日から5月の26日となっております。で、キャンペーンの 参加方法ですね期間中対象のマークの JCB カードもしくは ApplePay 対応の iPhone などで対象の 公共交通機関を利用すると、漏れなくご利用金額の50%をキャッシュバック。キャンペーンのエントリー不要って言った形になります。JCB のキャンペーンでね、エントリー不要なの珍しいんですけども、こちらね、えー、2028月頃にですね、キャッシュバックはもらえる感じですね。で、こちら対象カードはね、こちらに記載がありまして、こちらカード会社が書いてありますね。まあ、基本的に JCB のブランドだったらほとんどいけるんじゃないのかななんていう風に思うんですけども、対象外のカードはね、 書いておりませんので、一部のカードが対象とならない場合がございます。詳細はカード会社にお問い合わせくださいということで、まあ心配な方はね、カード会社に問い合わせてください。で、対象カードですね。本キャンペーンは JCB クレジットカード及び JCB のデビットが対象。jcb フリーーペペイドドび一部のカードはキャンペーン対象となりません日本国内発行のカードのみが対象ですね。で支払い方法は先ほど言った通り JCB のタッチ決済で利用していただくとっていうところですね。で対象の公共交通機関なんですけどもこちらはねあの結構いろんなところがありまして、まあ、関東で見るとねここら辺が入っているっていうふうになりますんで京急バスをね 西部バス、東急バスとかもね入っておりますんで結構幅広いね、えー、ものがね入っているっていうふうになりますんでこれは結構利用しやすいんじゃないかと思いますんでね是非こちらまあ物理カード持っていくのはねちょっと大変ですので、まあ、スマホにね、えー、入れといていただいて、えー、JCB のタッチ決済で利用していただければね、えー、いいのではないのかなと思います それでは次です。レジで Apple アカウントにチャージレシート登録で10%分の交通系電子マネーもらえるキャンペーンが来ております。1人最大5000円ということで、10%の最大5000円なので、5万円チャージすると最大5000円がもらえるキャンペーンですね。こちら非常にいいですね。iPhone の、ね、商品を定期的に購入される方は、こちら、ね、非常におす,すめです。対象期間が4月の22日から5月の5日。 登録期間が4月の22日から5月の6日、受け取り期間が6月の5日から6月の19日ということで、短いですね、受け取り期間が。 で利用方法なんですけども iOS17 にアップデートしてウォレットに Apple アカウントを追加してくださいでンイレ1 1各店舗でレジでね Apple アカウントに5万円チャージしていただいてそのレシートをですね応募していただくっていう感じですねでレシートをですね持って帰ってきていただいて応募サイトで登録していただいて LINE と E メールにて受け取り情報を確認セブン ATM にて受け取り情報を入力して電子マネーを受け取っていただくということで 5万円チャージしていただければ10%の交通系電子マネーなんで、まあ、スイカみたいな、スイカのね、チャージ金がもらえるっていうふうになりますんで、これはね、非常にいいですよね。まあ、こちらにね、 えー、追加、パスも以降が、えー、対象ということですので、アップル製品で、ね、買う方はね、非常におすすめなんでね、ぜひやっておきましょう。それでは次です。吉野家でイオンペイを使うと、えー、10倍ポイントがもらえるキャンペーンですね、来ております。吉野家ね、三井住友カードのね、タッチ決済に入っておりませんので、こちらはね、非常にいいですね。吉野家よく利用する方は、イオンペイでね、利用していただくと5、5%還元になりますかね。はい、もらえますので、ぜひね、利用してください。期間は、4月の22日 から5月の21日キャンペーン対象のお店は吉野をやっていた形になりますで対象の支払いはイオンペイのスマホ決済ですねイオンペイがご利用いただけない店舗は対象外全額オンポイントを利用して お支払いした場合は、ワオンポイントの申請対象外。一部、ワオンポイントを利用して支払った場合は、ワオンポイントを利用した金額に対してはポイント贈呈されません。ウェブでの事前決済は対象外ですね。またね、こちら注意してください。イオン JM ビなどのワオンポイントは申請されないカードの支払い、イオンデビットイオン 銀行キャッッシュデンデビトトはポイント申請対象外となりますということでこの点ねご注意くださいでポイント想定時期は7月の下旬にねえ付与されるみたいですね通常とえキャンペーン分がね分かれるみたいですのでこの点ご注意くださいそれでは次ですなんとですねウォルドオフアアストリアニューヨーヨク再開いたします。このねえウォルド・オフ・アストリアっていうのはですねえ2019年だったかなはい 私が YouTube 始めてちょっと経ったぐらいにですね。次ね、ウ、え、ォールド・オフ・アストリア、ニューヨークね、泊まりたい。まあ、ニューヨーク、あの、ヒルドンホテルのね、こちら最上級ブランドなんですけども、えー、泊まりたいな、なんていうふうに思ってた矢先に、えっと、一応ね、改修工事でクローズしたんですよね。で、改修工事でクローズして、まあ、改修工事なんでね、まあ、1、2年で済むだろうと思ったら、まあ、そしたらね、コロナが始まってしまってみたいな感じで、ずっと閉まってたんですよね。 2018か19ぐらいから。で、えー、そのままですね、時を経て、なんと2024年後半に再オープンが決定いたしました。いやね、非常に朗報ですね。こちらはね、あの、間違いなく、この開業しましたらですね、またね、えー、泊まりに行きたいと思いますので、まあ、ニューヨークにね、 最上級ブランドのウォルド・オフ・アストリアね、再オープンしますんでね、ぜひ覚えておいてください。ニューヨークはね、今コンラットが一番上のブランドで、LXR は多分ないと思うんですけども、ですので、もうコンラットの上がウォルド・オフ・アストリアになるっていう感じですね。まぁ、あ、ちょっと何ポイントになるのかわかんないですけども、まあヒルトンのね、いいところは、ウィーケンド無料宿泊特典ですよね。 はい、ウォルド・オフ・アストリアもね、ウィークエンド無料宿泊特典で、ね、利用することができますので、空きはね、かなり少ないと思うんですけども、えー、選べばですね、利用することができますんで、いやね、スーパー朗報ですね。ぜひね、ニューヨーク好きな方はこちらもね、ぜひ覚えておいてください、えー。開業はね、2024年の後半みたいなんで、まあ10月か11月か12月か、まあそこら辺ぐらいですかね、まあひとまずね、再オープンが決まっただけでね、非常に私はテンションが上がって、 おります。それでは次ですえー、大和証券コネクトで積立金額の10%上げちゃうキャンペーンが来ております。こちらね、えー、今からね。口座開設する方はクレカ積立でも10%キャッシュバックはねもらえるんですよね。キャンペーン内容が1と2で分かれておりまして。 えー、2はね、ニーサ a やんなきゃいけないんで、まあちょっとこっちはね、もうやってる方ほとんどだと思いますんで、厳しいと思うんですけど、こっちですね、キャンペーン期間中に新規講座開設を行い、毎日投資、もしくは繰り返すみたい見立てした方に、漏れなく10%金額の現金をキャッシュバック、最大3000円となりますということで、10%の3000円なんで、3万円利用して10%で3000円返ってくる感じですかね。で、キャンペーン期間が4月の26 25日から6月の21 対象となるお客様はキャンペーン期間中に新規講座解説を行い毎日投資もしくはクレカ積み立てをされた方で得点値は567それぞれ中旬頃に進定いたします。毎日投資は前毎日は前月の実績クレカ積立や 不要付きの買取金額に基づき付与しますということで、こちらね、商品ラインナップが載ってありますけども、こちらね、クレカツみタでもね、対象になっております。ですので、もしね、これから、えー、大和証券コネクトね、あの、講座解説されてない方はね、非常におすすめです。で、またですね、こちらの えっと、台湾証券コネクトっていうのは、まずポイントサイトがありまして、3500円、えー、新規口座解説とログインでね、もらえちゃうんですよね。で、またね、口座解説で1000ポイントももらえる。まあ、こちらしかもポンタポイント、D いいポイントなんで、j a l マイルもね、交換することができますので、これもいいですよね。で、さらにね、2500円分の株投資信託の購入代金もね、もらえちゃいますし、まあ、さらにね、 えー、紹介コード入れていただくと500円もらえるということで3000円の4000円ので、えー、3500なんで、えー、7500の、えー、こちらキャンペーン乗っていただければ、まあ、3000もらえるっていうふうになりますんでこちらね今回のキャンペーンで利用していただくのね非常にお勧めですのでぜひね、えー、ポイントサイトを一番最初に、ね、やっていただいて、えー、紹介コードを、ね、入れて、えー、講座解説、ね、していただければなと思います。 はい。それでは次です、えー。楽天バリアブルカード1万円以上購入していただくと、1100、えー、万ポイント、えー、山分けプレゼントが来ております。購入して、えー、ログインっていうか、まあ、チャージしていただければね、あの、自動エントリーっていう風になりますんで、特にそれ以外ね、やることございませんので、もしね、この楽天バリアブルカードね、まあ、私みたいにミニストップとか、セブンイレブンとかで購入されている方は、この期間にね、1万円以上購入してチャージしていただくとね、えー、山分けでポイントもらえますんで、こちらね、非常にいいですね。 購入予定のある方はこちらの期間にね、購入しておきましょう。それでは次です。えー、送って2人でハッピーホリデー、ペアハッピー、楽天キャッシュを土日祝日に送ると全額還元キャンペーン最大1万ポイントをね、えー、キャンペーンやっております。こちらね、エントリーしていただいて、えー、楽天ペイのね、アプリ内で楽天キャッシュって送れるんですけども、これをね、この期間にやっていただくと、えー、全額還元がね、もらえちゃうかもしれないということで、 上限ね、1万ポイントなんで、1万ポイントやっておけば、まあ、最大全額で1万もらえるかもしれないで、当たったら2人でね、山分けでもらえますので、これはね、結構いいのではないのかなと思います。で、送り方と受け取り方ね、まあ、難しくないんでね、楽天ペイアプリでやるっていうことだけね、覚えておいていただければ、まあ、こちらね、結構簡単にできるのではないかと思いますし、まあ、私もね、楽天キャッシュね、あの、楽天バリアブルカードをね、ワオン、 ワオンでミニストップで購入してますんで、これはね、参戦したいなぁと思います。ぜひね、期間ですね。えー、日付だけ間違いないようにして、1万円送って受け取っていただければなぁと思います。で、えー、キャンペーンの不要時期なんですけども、2024年7月31日ですね。で、有効期限はね、1ヶ月しかありませんので、この点だけご注意ください。それでは次にですね、楽天キャッシュはですね、先日ね、楽天カードからのチャージでポイントがつくのではなく、 今後ね、楽天キャッシュをご利用するときに、200円につき1ポイントはね、もらえるっていう風にね、変更が発表されましたよね。で、あの時ね、いつ導入されるのかっていうのは、まあ、記載がなかったわけなんですけれども、 やっとね、詳細が分かってまいりました。2024年6月4日よりということで結構早いですね。ですのでもう再来月にはですね、この楽天キャッシュで利用していただくと200円につき1ポイントね、0.5%還元が取れるようになります。で、どういった感じでね、利用すると取れるのかっていう話なんですけども、楽天ペイで利用した時ももらえますし、オンラインももらえます。で 楽天証券の楽天キャッシュ投資身託積み立てももらえるんですね。これはすごくいいですね。はい。で、楽天市場、楽天、楽マ、トラベル楽天ペイあ、楽天ペイ請求書払いからもうダメですね。で、楽天キャッシュからエディのチャージもダメ、楽天キャッシュの送付もダメ、楽天キャッシュプレミアムの出金もダメ、上記以外の楽天グループサービスは 丸ということでまあ、こういった感じでね、ポイントが0.5%還元取れるということで、まあ、このタイミングでですね、こういった感じのね、ルートが使えなくなる、この楽天バリアブルカードがですね、なくなるのではないか、コンビニからね、っていうふうに言われておりますけども、まあ、私はね、アメックスでね、チャージしたいので、まあ、そうなってくるとね、アンドロイドのスマートフォンさえあればですね、このね、ANAPay からね、このルートがありますし、まあ、アンドロイドの携帯の方はですね、そのままね、楽天エディにチャージして、そのままね、楽天キャッシュ移行できる っていう風になりますんでまあこのルートが通ってるうちはねまあ私はいいかなっていう感じなんですけどもまあ、還元はねもらえなくなってしまうのはねちょっと残念なんですけどもやはりねここですよねこここちらで利用したいっていうのはね主なねあの理由になりますのでまあ還元はねちょっと取れないのは残念ですけども今後ねこちらで0.5パー取れるっていうのはね本当にめちゃくちゃ朗報ですよねまあ、もしね上のルートとかが残ったらですね還元率上がっちゃいますからね本当にね今回の発表はめちゃくちゃ朗報ですね それでは次ですね。こちらね、楽天モバイルのキャンペーンで、えー、先日からね、言ってる通り、今ね、あの乗り換えで1万4000ポイントでもらえますので、めちゃくちゃおすすめでね、概要欄に貼らせていただいているんですけれども、こちらね、楽天モバイルじゃなくてもですね、ただたに楽天会員だったらね、利用することができる、えー、日本列島宝探しキャンペーンということで、こちらね、エントリーしていただいて、まあ、宝探しとかね、好きな方はですね、まあ、謎解きが下にありますんで、やっていただければなと思うんですけれども、エントリーして、えー、X のね、あの、 リポストしていただくだくけでこちらねあのポイントね山分け参戦できるっていう風になりますのでぜひねこちら利用しておいてください。4月の25日から5月の27日ですねキャンペーンエントリーしていただいて下記のいずれかを実施ですねこちらですね楽天モバイルの公式アカウントをフォローしてキャンペーンカンセル ポストをリポストして、ね、これを利用していただければ、こちらのね、特定1のこちらですね、全員参加で約3万6000ポイント山分けキャンペーンに、ね、参戦できますのでえ、ぜひね、こちら、ちゃちゃっとね、やっといてください。それでは次に IHG なんですけども、今ね、こちら公式サイトがなさそうなんですけども、 今ね、えー、ポイント減額キャンペーンがやっておりまして、えー、予約期間が7月の27日までの予約で、えー、滞在が6月の10日まで。対象者は IHE のプラチナステータスとダイヤモンドステータスの,、えー、の方のみですね。えー、この、えー、上位ステータス持ってる方だけにはなるみたいなんですけども、えー、こちらね、15%オフということで、こちらね、インターコンチネンタル、えー、石垣なんですけども、えー、3万9000のところが、 えー、33,150ポイントでね、えー、利用することができるということで、国内でもね、国外でも利用することができそうですので、えー、IHE のですね、ダイヤモンド、プラチナ持ってる方は、ぜひね、ポイント宿泊ね、検索してみていただければなと思います。まあ、国内でもね、まあ、15%オフでお得に利用することできますし、海外でもね、今ね、円安なんでね、非常にね、お得に利用できるのではないかと思いますので、ぜひね、検索してみてください。 それでは次にですね、こちらね、アメックスのキャッシュバックとセゾンキャッシュバックにも来ておりまして、セゾンカードの方は、えっと、セゾンポータルからね、えー、登録できると思いますので、えー、そちらからね、利用してください。アメックスのプロパーカードを持っている方は、アメックスアプリからね、オファー登録することができて、こちらね、羽田空港国際線の公式サイトの免税事前予約サイトで利用していただくと、3%キャッシュバックキャンペーンがね、今やっております。こちらは2024年10月の22日ということで、えー、かなりね、 え、長期間やっておりまして、え、ティアットダーティーフリー、羽田空港公式免税事前予約サイトウェブサイトにて、お支払いカードを利用していただくと3%キャッシュバックということで、先着ね、10万名、ご利用金額の最大は100万円までっていうふうになります。こちらね、免税金ね、購入される方はね、非常にいいのではないのかな、なんていうふうに思いますので、エントリーが必須になっておりますので、ぜひこちらね、利用してください。 それではですね、ちょっとね、最後に自慢させていただいてよろしいでしょうか。先日ね、YouTuber の小野田さんがですね、セカンドチャンネルなんですけども、 私のツイートをですね、こういった感じでね、YouTube で紹介してくれたんですよね。いやね、本当にめちゃめちゃ嬉しかったので、ぜひね、こちらの動画も概要欄に載せておきますんでえ、ぜひね、こちら見てみてください。まあ内容はね、エキネットでチケットレスで買うとね、成田エクスプレスもね、まあお得に購入することができますよということで、私もね、知らなかったんですけども、35%オフでね、利用することができますんで、結構安くね、利用することが できるんですよね。成田エクスプレスって結構高いね、イメージがあると思うんですけれどもえ、こちらも35%オフなんでねえ、ぜひね、こちらえ知らなかったって方はですね、利用ね、してみていただければなぁと思います。JRE ポイントでね、購入するとさらにお得みたいなので、まあ、そちらもね、ぜひ覚えておいてください。はい、ということでえ、1週間のね、ニュースまとめてね、紹介させていただきました。概要欄にねえ、公式サイトあるものはね、全部載せておきますので、ぜひね、そちらからチェックしてみていただければなぁと、 思います。で、アメックスのゴールドプリファード、もうね、毎日言っておりますけれどもえ、今までね、保有されてた方で解約された方はですね、このアメックスのゴールドプリファードの新規入会キャンペーンえ、利用することができないっていうね、認識だったんですけれども、アメックスの営業担当の方にね、確認させていただいたところ、 解約後半年経てばですね、こちらキャンペーン対象になるっていうね、え回答いただきました。ですのでえ、ぜひね、アメックスのゴールドプリファード、今までね、グリーン、ゴールド、プラチナ、今現時点持ってる方はね、対象外なんですけども、もう解約してね、昔持ってたけどっていう方はですね、今回ね、新規で入っていただければ、 え、キャンペーン対象になりますので、ぜひね、こちら検討してみていただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウント、最近ね、LINE 公式アカウントで、PP 診断、マイル診断、マイルクレック診断、ポイントサイト診断ね、やっておりますので、ぜひこちらからね、無料で利用することできますんで、ぜひチェックしていただければなと思います。またね、LINE 公式アカウント限定動画もですね、あのクレジットカードのポイントアップ、4月の 29日で、ね、終了いたしますのでこれもねえこちらの動画のみでね配信させていただいておりますんでチェックしていただけるととても嬉しいですということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思いますそれではまた次の動画でお会いいたしましょうバイバイ